校に通う友人が憤慨していました。ちょっと聞いてよ、うちの子面談で文系を勧められたんだけど。え、まるまる君が文系だからじゃないの？いや、確かに文系だけど、うちより成績の悪い子が理系を勧められたのよ。いや、それはその子が理系だからなんじゃ。違うわよ、学校は実績が欲しくて成績がいまいちの子には文系を勧めるのよ。文系にした方が大学名が良くなるから。あ、それ聞いたことがあるわ。足元見てんのよ。どうせうちはサラリーマンだからお金は払えないだろうって。え、お金持ちや医者の家なら私立医学部の学費が払えるでしょ。先生も親の職業を見てんのよ。だからうちよりバカな子が理系に入れてもらえるのよ。うちはお金が払えないだろうから、良い国立の文系に進学して少しでも学校の見た目実績を良くしようとしているのよ。いやらしいわね。チャンネル登録よろしくお願いします。息子が言ったの。俺、宮廷の文系を志望校にするよ。だから私は言ってやったの。あなたはそれでいいの？医者になりたかったんじゃないの？ここで文系に進んだらもう二度と理系には戻れないの？って。そうしたら息子が、だって先生が文系に行けって言うんだもんって。うちの息子の夢は学校の先生の実績作りのために潰されてしまうのよ。すごいな、この話。昔、違う友人がこんな話をしていました。うちの学校は50番以内に入ってはいけないのよ。え、なんで？51番から後が総計の推薦をもらえるのよ。え、50番以内の人は？50番以内の人は自力であちこち一般入試を受けるのよ。頭がいいからどうせいっぱい受かるんじゃない？マーチも総計も一人で何個も取って、最後は良い国立に受かってくれるかもしれないじゃない？学校は頭のいい子に推薦なんてくれないのよ。学校もいやらしいわね。母は主人にこれらの話をしました。まるまる中堅高校は無理に文系を進めたりしてこないの。生徒のなりたい職業から志望する学部や学校を決めさせてくれるのよ。案外いい学校なのかもしれないわね。え、この前の保護者会で指定校は使わせませんとか言ってたの？指定校を使わせたら合格は1個だろ。一般入試で受けてみろよ。日東ごませんを受けて、マーチを受けて、総計を受けて、国立も受けるだろう。一人7校は受けるだろうから、まあ5つくらい受かるかもしれない。指定校なんて使わせないだろう。あらん、学校もいろんな手を使ってくるのね。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。